生来るみたいでしゅよ。筋肉がすごい2人らしいって聞いてるでしゅよ。マッチョが2人も？ドーン！牛丼食べながら入ってきた。下から上まで牛だけをぎゅうぎゅう詰めにした牛丼だぜ。牛丼！朝からハードだね。はっはっ、飽きた。白ご飯欲しい。飽きちゃった。僕もそんなにお肉食べたら筋肉つくかな。タンパク質は筋肉を作る大事な栄養素だからな。いくら食べても太らないんだ。ラップ頑張った。気分になってない。どこ抜けちゃった。そういえばもう一人の転校生は、ん、うん、天井から誰か落ちてきた。転校先のクラスはここで合ってるでごわすか。上の階を歩いてたら落ちちゃった。君が新しい転校生？そうさ、自分の名前はオペー。オペー、はあ、この学校の床どうなってんだ。筋肉で重いからかな。わあ、2人とも落ちすぎ。どうも皆さん、改めまして名前は K でごわす。アルファベット一文字で K なの？珍しい名前だね。クワガタのように強くなれと親が名付けたんだ。 K はクワガタの K から来ているでごわす。それにしても K 君すごい筋肉だね。当たり前だろ、 K は筋肉の K でもあるからな。クワガタじゃないのかよ。お前すごい K だな。自分の K の数は38万 K だからな。ん？筋肉の話してるの？いや、体に生えてる毛の本数の話だぞ。 K は毛の意味でもあるからな。なんじゃそりゃ。簡単に言うと K の K が K ってことだろ。K 君の毛が濃いってことかな。やっぱり K 君もたくさんお肉食べて筋肉作ってるの？自分サラダチキン味のポテトチップスしか食べないんでごわす。ポテチ食べたら太りそうだけどいいの？サラダチキン味だからいいんだ、太らない。目が怖いよ。食後はもちろんプロテインだ。甘くて美味しいんだ。ファンタって書いてあるよ。プロテイン味だからいいんだ。怖いって。本当にそれで筋肉つけたの？デブが騙されて食べるものじゃないの？失礼なやつめ、何を疑ってるんだ。見ろこの美しい毛、かっこ筋肉を。おお、ムキムキくんと同じくらいあるぞ。ふん、なんだ輪ゴム。手右腕デローンってなってる。おっと怪しい。よく見たら輪ゴムで腕縛ってる。みんな見て、インチキだ。やめ。あれ、デブになった。サラシと輪ゴムで体型ごまかしてたのか。筋肉じゃなくてただのお肉だったんだ。誰がデブだ、お前らが痩せすぎてるだけだろ。ふがー、全員ちゃんこ食って寝るだけの生活を心がけろ。逆切れしてる。騙してたんだ、最低だって。くち、クラスの人気者になるつもりがデブってだけで。デブが一番強くてかっこいいのに。なんだと？それなら筋肉と脂肪どっちが強いか俺と勝負しろ。いいだろう、ただし相撲でな。望むところだぜ。デブが強い競技を選びやがった。この俺様に相撲で勝てると思うなよ。こらー、うぎゃー、勝った。待て待て、今のは相撲じゃねえから無効だ無効。ちゃんとやれ。相撲って相手を埋めちゃダメなのか。ダメだよ、押し出す競技なんだから。僕が戦うでしょ。こんなやつモキモキ君が戦うまでもないでしょ。相撲できるの？この我が黄金虫会社が作った相撲スーツで相撲取るでしょ。どっかい、さすが親がお金持ちの黄金虫。どっこいどっこい、これでどつかれて死ぬのでしょ。むっふ、そんな小細工で俺様に勝てると思うなよ、この虫キャラが。うわぁ、秒で窓から吹っ飛ばされた。え、無効だよ、だってメカに勝てるわけないし。なかったことにした。どら、誰でもかかってこいや、ビビってんのかこら。急に歌う、待って師匠、僕にやらせてください。ガッシーいける？任せてください、信じられないくらい自信あるんで。どこからその自信湧いてくるの？よし行け。僕はもう昔の僕じゃないんだ、生まれ変わった僕を見ててください。バカが、
そんな細い体格で勝てると思ってるのか。ほう、誰。うわ、別人に生まれ変わっちゃった。え、向こうだよ。だってヤンキーだったし。またなかったことにした。どんどんかかってこい。俺が行く。うん、おっとっと。ほう、次はお前か。あれ、僕じゃないよ。撃ち殺す。クモロ君危ない。うわ、おっとっと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 。キー、カミツモみたいに教室揺らされてる。勝手に飛んでった。自分でも理解できてない。腹が減ってるから力が出ないんでごわす。大量のちゃんこ食べてる。プラス100キロだ。ちゃんこ食べたらでかくなった。これで誰にも突き飛ばされない。来いよ筋肉野郎、決着つけてやる。モキモキ君、戦えるのか。相撲は体重差があればあるほど不利になりますからね。こっちも大量のプロテイン飲んでる。プラス100マッチョだ。100マッチョって何。うお、筋肉は負けない。残った残った。どっこいどっこいどっこい。おお、ちゃんと相撲できてる。えへ、そのまま押したせ、ムキムキくん。一緒に飛び出した。足がついてないからまだ終わってない。どっこいどっこい。まさかの空中で相撲を取ってる。相撲ってどうやって決着つくんだっけ。早すぎて追いつけないよ。そのまま上に飛んだ。まるで竜が天高く登ってるみたいだ。ドラゴンボールみたいにチリチリに散った。